あわラ峠、あわラトンネル、新あわラトンネル、あわラ峠は、奈良県高市郡高取町にある峠。標高約300メートル。安部を通る峠道は、かつては国道169号が通り、奈良盆地と吉野郡とを結ぶ重要な峠であったが、あわラトンネルが開通すると急道となり、さらに新あわラトンネルが開通するにあたり閉鎖された。なお、 高取町と吉野郡大淀町の境界は、峠安部よりも吉野川寄りで、トンネル南側海口部に近い位置にある。奈良盆地と吉野郡と隔てる、龍門山地を越える峠道の一つで、古代では、下津、道、近世には中海道の延長上に位置していた。多門院日記にも、あわら峠が出てきており、国中と奥吉野への入り口で当時、 商業中心地でもあった下市とを結ぶ最短の道であった。峠付近には悪疫病の侵入を防ぐ放送神を祀った友光院があったという。現在もあわらトンネル南側には足原の集落があり、そこから旧峠道を登ったところに新潟にの集落がある。天がや集落は峠の安部よりも吉野川に位置するが高取町に属している。 二ヶ谷には、東昇天国が住み、名刀を残したという伝承があり、二ヶ谷の地名の由来とも伝えられる。明治に入ると改修が繰り返され、大正時代にはバスが通れる道が開通するが、まだ峠道全般はカーブが連続する険しい道であった。これが一変するのは、戦後に阿わラトンネルが開通してからで、 北の峠口、今の清水谷交差点付近から、南の峠口、今のあわら南交差点までが2車線化を及び、直線化された。これにより、奈良盆地と吉野郡との行き来が大幅に改善され、龍門山地を大きく迂回している、近鉄吉野線よりも早く行き来できるようになった。さらに平成に入ると新あわらトンネルが開通し、峠道が4車線化され今日に至る。 社門院日記の A69 年11月の上に天えへ参るには下市越が近郊なり、八木よりあわら峠へ越して菓子を通り、広瀬へ道也とある。ありがとうございます。